和な夫婦生活を送った岡本かの子の生涯。かの子は代々幕府や諸藩の御用達を生業としていた豪商の大貫家の別邸で誕生。19歳の時に岡本一平と知り合い結婚。翌年に長男太郎を出産している。その後夫の放蕩や芸術家同士の強い個性の衝突による夫婦間の問題、さらに家計も苦しくなった。そのような状況でかの子は神経衰弱に陥り精神科に入院することになる。翌年退院すると一平は火を食い家庭を顧みるようになるが、かの子は一平を愛することができず、彼女の崇拝者の学生堀切重夫と夫の了解のもと同居を開始。言うまでもなく家庭は崩壊しつつあり、宗教に救いを求め仏教によって家庭を立て直そうとしたかの子は潔癖から禁欲を提案し一平も承諾。しかし後にかの子は浴場に悩み、一平には打ち明けずに新田亀蔵と関係を持っている。40歳の時にかの子は小説家を志し一家を挙げてヨーロッパへ。となんとこの時かの子の愛人2人も同行している。かの子が小説を書いたのは晩年の3年間のことで、49歳の時に脳充血に倒れ亡くなった。